今私がいるところはですね、セントラス天文館の前なんですけどね、電車が通りましたね。こっからですね、ちょっとこの、周囲の、あの、人でっていうんですかね、をちょっと、確認したいと思います。今日はですね、4月の2日です。時刻は2時43分。このセントラス天文館がですね、今度の土曜日にオープンするんですよ。ですからの、その前後のですね、人の流れとか、車の量とかですね、そういったものをね、記録しようかと思ってですね、出てきました。今ね、ちょうどね、桜の時期なんですよ。ですから今、各地域の、風景を、撮ってるんですけど、ちょっと待ってくださいね、なんかね、足がね、ちょっと待ってくださいね。いやいや、なんかと、なんかこう、右のかかとがカッタンカッタンいうような感じがしますよね、なんかね。聞こえませんか。なんか靴の裏がなんかおかしくなってる。ほら、ちょっと待ってね。ここ、今まはここにカメラを置いたのは確認。別段変わりはないみたいだけど。なんだっけ。まあいいですがね。これからですね、ちょっとこの、電車通りから離れてですね、こっち側に行きます。これね、友達から言われたんだけど、私なんかには別段珍しくないかもしれないけど、外国の方なんかが見たら喜ぶから、こういうですね、メニュー、看板メニュー。できたらほら、サンプルの、あれがあったらいいんですけどね、こういうのを撮った方がいいんじゃないかなっていうから、撮ってるんですけど、サンプルあればね、ここはもう写真ばっかりだったですね。カッポンカッポン言います、ほんとほら。あれかも。皆さんの耳には通らないかもしれないけど。届かないかもしれないけど。振り返ってみますね、今までのところは。はい、アングル変えますからね。少しずつですね、まあ、県外の、お客さんなのか、それとも、鹿児島県内の方がこう来られてるのかわからないですけども、観光客っぽい方が結構多くなってますね。団体客がまだ、そういう、雰囲気のあれがないですね。これにこう外国の方々のあれが加わるとまた違ってくるんでしょうけども、ね、こういうところにこう並べられてるとなんかすごくこう価値が高いような感じがしますね。ここ店の看板まで行きましょうかね。はい、アングル変えます。ここもね、この前ね、撮ったんですけどもね、もうちょっとね、ちょっと遠慮しながらあれしたけども、これにほら、
かば焼き。ご飯終わりせずに、それだけがこうあるのいいですね。いかにも専門店って感じです。ほら。ここも老舗ですからね。ほら。こういう感じ。和服ですよ、和服。レースの靴下には靴下タビットがあるんですね。ここですか、店名はね、呉服の帯屋さんですね。あ、下、もうちょっとこうか。はい。ここにはね、草履。ウレタン草履って書いてありますね。で、ここにはほら、ちょっとガラスが光るかもしれないけれども、ちょっともうちょっと引きましょうかね。これぐらい。ということですね。アングル変えます。ここは何と、あ、ハイカラ通りですね。ハイカラ通りというとこ。で、今来たところを振り返るとこうなります。はい。中丸も来ますよ。こういうところにやっぱりこういう店があると、逆に珍しい感じがしますね。産直市場のお惣菜屋ってありますけどね。こういう地下になってる店もなんかこう、なんか普通の店よりもこうかなんか価値観があるような感じしますね。こんな感じで。あれですね、本当人通りが多くなった。仕事ながらやっぱりホッとしますよ。こっから向こうがですね、納屋通りです。向こうはですね、だからちょっとこっちを右に行ってですね、こっちを電車通りまで行きましょう。
ここは左側はですね、テルクニ通りです。テルクニ通り。たまにはこの通りも通ってみましょうかね。まあ右の方はほとんど駐車場なんだけども、やっぱりあれですね、こういうところの駐車場があっての天文館というのもありますからね。全員が全員電車やバスを使ってくるわけじゃないし、結構あれですね、詰まってますよ。最近は軽自動車専門というのがありますよね。私なんかちょっと困ってる、空いてたと思ったら軽線だったりしますか。はい、ここは餃子の王将の中町線ですね。ここはゴンザ通りって言うんですね。ゴンザ通り、どういう意味なんだろう、ゴンザ。はい、電車通りですね。こっちが天文館の電梯側。テンゼラス天文館がありますね。で、ここから左行きますよ。あら、街中にこういうのがあるとホッとしませんか。私はまっすぐホッとしますよ。ちょっとね、あっちにもね、花が長ありますからね、そっちをね、あれしましょう。ちょっと後ろの方にあれがデモ隊が来て声がちょっとあれかもしれませんけどもね、こっちの方で返しましょうかね。はい、ここです。あれしたかったな。ここでですね、このね、チャンスセンターでですね、去年の、年末順番、年末なんですけどね、ここにですね、1棟7億円がですね、日本出たんですよ。はい。今日仕事ですね、ちょっと待ってくださいね。はい、そういうことで、ちょうど前にロフトっていうマリアガーデンが、マリアガーデンズが見えますけど、ここでお開きになります。はい、ありがとうございました。